藤島駅は山形県鶴岡市場藤島あざ、鎧田畑にある東日本旅客鉄道右越本線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎とホームは古戦橋で連絡している。坂田駅管理の簡易委託駅。出発窓口、簡易型自動券売機が設置されている。駅舎には出発窓口の営業時間内のみ、 利用可能な待合室、出殺窓口、窓口前に木製長椅子ス、古戦郷への通路上に、プラスチック製、椅子5脚を有する構造である。2016年4月より駅舎建て替え工事が実施され、旧駅舎の坂田駅、側脇にプレハブ作り借り駅舎を設置し、運用を行っていた。新駅舎は、旧駅舎を解体、撤去後、同一場所に建設し、 2016年10月15日より使用を開始した。旧駅舎にはタクシー会社ハイヤーセンター、藤島営業所が併設されていたが、駅舎建て替え後は、駅舎とは別に、プレハブ平屋建ての営業所を設置して営業した。同社は2020年6月に事業停止となり、プレハブ建屋は撤去された。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は190人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。2010年3月31日までは当駅から徒歩5分程度の県道沿いに、省内交通の藤島駅前停留所が存在したが、駅前ロータリーの整備に伴い、翌2010年4月1日から藤島駅停留所として移設された。ありがとうございます。